こんにちは、ネマです。パープルアプリやっていきます。今回は織姫の土村ノムですね。なんとか獲得して45にしてきたので、早速使用感を見ていきましょう。で、ノムちゃんは今回スタミナ上限がね、一緒についてくる形になりました。で、固有の方は練習経験点アップという形ですね。はい、織姫の格好をしているぞと。いつものジャージ姿も悪くないけど、この格好もだいぶ可愛いですね。はい、ということでやっていきましょう。で、今回は型メンタルデッキを組んでいます。大和田、ジャギー、鈴木、コリス、ノムちゃん、そして国樹という形で、上限もしっかりとカバーした上で、まあ、二次得ですよね。新アーチと新降格を取りに行くような構成です。カロリーバーと招き持ち込みです。行きましょう。で、これでにすると何がいいかって、肩とメンタルだけ開ければ良くなるっていうのが、まあ、非常に分かりやすいっていう感じですね。あとはジャギが肩に絡めば、まあ、敏将それだけで稼げるんで、まあ、大和田とね、コリスも敏将ボナ持ってるんで、まあ、そういうのもやりやすい一つの要因かなというふうに思います。肩から開けます。まあ、序盤はみんな評価低すぎて全然タックはしないんですが、まあこの辺は変わってないのか。守備に行きましたね。まあ、メンタルに行くと最高なんですけどね。ここからどうしよう。国字拾いたいけど若干チャンスのコツがな、入ればでかいが、国字行きましょう。まあ、国字の評価もね、高めたいんで OK。 まあいいでしょう。あとはまあメンタル、まあ、この辺を一緒に開けながらですね。ゲイ、これノムちゃん救えそうですね。さっさと、まあ、救うのかメンタルいくのか悩ましいところですか。人がいね、人がいなさすぎる。コリスの評価上げます。大和と、おお、頼む。で、大和田は行きそうだけどな。どうしましょう。こう鈴木を取るのか、ケンシロウ行くのか。鈴木取ろう。まあ、正規のサッカーやっぱ、瀬口からね、仕掛けていきたいんで、いくら評価低いって言ってもね、全員が。で、鈴木はタックしてくれるようになったと。まあ、それはありがたいことですね。で、これ、ケンシロウつけて、OK。で、まあ、守備いけば、いい感じですね。っていうところで、これ来てるけど。まあこれ行くとさ、落ち着いて考えろ。これ行こう。うん、これで60人割って、しかも誰かついてるんで、検証ついてるんで、モスだといけそうですね。どっち転か、これ怪しいな。怪しいけど通すしかなくない。いや、いいか、ここは普通に行きましょう。ターンがもうないからあんまり余裕ない。いいですね。鈴木さすがです。ほんと、ありがてえわ、回復。で、50人になりましたと。一応優勢ですね。トキ、お願いします。ゲイル。まあ、勝負師はね、おー、早いな。ちょっとね、ここが成功するかどうかの、全くわからないからね。うん、で、大技終わりましたね。メンタルありがてえ。精神結構稼ぎにくいね、ほんとに。ナイス。時もつきました。ノムちゃんがまだ来てないかな。ここは体力消費したくないのと、時は消費したくないので、まあ、ラブパワーつけばいいなぐらいで。OK。よし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 。あとは肩を開けに行きましょう。ああ、まあいいでしょう。ケンシロウ。筋力と敏将全然ないっすね。なるほど。ここはラブパワーしながら開けれそうですね。よし、オッケー。結構コリスとかが走ってるんで、それだけ気になりますが。オッケー。素晴らしい。さあ、来い、来ない。あ、これ、ケンシロウつけたいですね。よし、準備は。細工は隆々です。推し活してもいいか、これ。OK。
まあ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 、やっぱコリスアタッカーでもシングルでも相当強いですね。強い。うん、続きも、脱いでおくようですね。ささやきもらいましょう。ここはガンガンラブパワーを狙っていきます。筋力と敏捷は本当肩で取んないと全然いかんので、その通り。うん、ちょっと直取りになりそうな、このままと。で、ジャギが2回目ですね。よーし、強い。マジで肩すごいな、これ。恐ろしいパワーありますよね。で、一発逆転はもらったのかな。さすがにコツが高まっているものは、まあ、取りましょうっていうのと、あとは筋力、パワーのとこですね。と、肩っていう、こう、相反するところを上げ続けないといけないので、まあ、なかなか難しい感はありますね。技術はめっちゃ入ってくる。コリスが絡まないと筋力入ってこないので、その辺難しいですね。してやる気が下がりました。うん、ここは広角欲しいんでね、行くしかなかったというところと、あとメンタルを行くのかどうかは結構まだ早いか。でもすごいなんか、どうしよう、質問しまくりましょうか。いやー、もう2回目ですね、国樹。ちょっと早いっすね。チャンスもらえなかったので、まあまあ、しゃあないですが、行きましょう。うん、これ結構でかいですよね。で、肩は一応 A にしつつ、他を、まあ特にパワーですね、頑張ってあげましょう。どうしよう、メンタル開けようかな。もうなんか、しょうがない気もしてきた。そろそろ動かないとしんどいしっていう。メンタル開けましょうか。うん、これで一応人数的には60割りましたね。このままじゃほぼ間違いなく勝てないので、ここは大凶ラブパ狙います。 OK。 上でもいいんだよな今回。彼女になってるとね、結構いろいろくれるんで、ちょっと今何もくれなかったですけど。技術はやばいな。アベレージヒッターとかほんと直取りでいいレベルですね。うん。まあ、技術は凄まじい入ってくる。そろそろ、ちょっとこれラブパ切れると怪しいけどな。よしよしよし。うん、ジャギも成功しましたね。なんだかんだ。これはもう倒しに行きましょうか。この、ミートカーソルを上げてもあまり意味がないっていう。今回に関しては結構特殊ですよね、そういう意味では。行きましょうか。誰かつけたいっすね、本当に。怖っ。めちゃ怖いわ。で、鈴木が2回目ですね。ジャギつけて生きて。うん。ジャギ拾いましょうか。結構稼げてるな。敏捷とかは大丈夫ですね。まあ、とにかく筋力が怪しいかな。うん、いいですね。肩開けたい。OK。点数もまあまあ出てますね。あと、ノムちゃんってバレンタイン回復しなかった気がするな。なんか、筋力と技術大量にくれて終わりみたいな感じだった気がしますね。ちょっとやる気がなくなっているので、そこは本当に早く戻してあげないとやばいと。うん、そうですよね。そんな感じしてました。そんな気はしていました。阿部ひも直でもいいけどね。うん、広角打法いきましょうか。あとはパワーもうちょっと上げてあげないとコリスが普通にミスるかもしれません。あー、くそー、ムード×になっちゃいました。これ拾いてーなー。
こういうなんかスノタックでも強かったりするので、まあ拾いたいですよね。筋力足らないですし、あとはケンシロウワンチャンつけられる。もう誰かついてるかな、それとも。やる気が誰もついてない。ジャギはつけれない。ここはデートに誘っておきましょう。スパイスでいいか。やる気ないけどいけるかな。オッケー、よくやったわ。で誰も来ない。うわ強い、惜しいな。めちゃくちゃ強かったんですが、残念なことに火種役が誰も絡まれば、まあ、3人積んでるとこういう風になってしまったりはするのはもう分かってて入れてるんで、まあしゃあないです。強、シンプルに強いな。やっぱタック性能段違いに強いメンバー揃ってますもんね。で告示終わりです。そろそろさ、そろそろ危険地だな、そろそろ危険地だな、そろそろ。うん、ホリスも多分あと1回する。うん、もうそろそろ動かんと無理かもしれませんねって話と、まあ、コリスに関してはリーチしてるんでアーチ取りましょう。よし、ナイス。これのタイブでもう何回タイブしてるか分かんないぐらいタイブしてるんで本当に良かったなって感じ。あとはまあ精神が多分結構足んない感じですね。ミートカーソルと、どうしよう。これでもジャギ行きたいよな。まあこのセクションで生き残るためにはジャギに行くしかないですね。ミートと補給でまあなんとか行きたいかな。ただ今回はパワーの上限いかないので、パワーに2とか4とか当たるとだいぶあの国事の直撃イベントは損しそうな感じになります。52、あとはまあ普通に休んで。4回目回復だったっけ。で、精神もらっておきます。いける？優勢。まあやられたらやられたはその時で。で、まあ能力値は結構足りてないですね。結構肩自体はうまく決まってるんですけど。OK。なんとかスムーズにここまでは来た。お、いいね。肩。まあ拾っておきましょうか。ラブパ拾えればまあ悪くないですから。ゲイ。さあラストセクション行きましょう。一応1万点は超えてますね。問題は筋力とか一切合切足りてない。一切合切、逆にね敏将が面白いほど入ってきてますね。なんかそういうのは面白いなと思いながら、あとはノムちゃんの直上げが一応効くんですよね。ただ今回は筋力と技術をもらった方が良さそうなので、まあこんな感じにしておきましょう。どうしよう、カタカタにする。まあ全然足んないもんね筋力。ラッキー。よしよしよし、しかも回復もフルでできる。敏将すごいなマジで。あーやる気がない、やる気が全くないですね。どうしようかな。一回これでいいか。で確かトリックスターですよね。かわいい。しかもかなりでくれたし。うん、ここはまあ勝負に出ましょう。もしかすると、あれがね、全打倒が怪しいですが、まあここは、うわー、これすごいな。ロマンしかないんだが。肩って強いですねっていう。
うん、守備がっといきます。で補給を上げるための精神点が足らないので、まあ、ここがかなり難点ですね。あとこれ3人タック絡んだけど、やっぱ正規マスタックになってないのと北斗キャラがいないっていうのが、うわーやば、とんでもないことになってきたわ。とんでもないことになってますね。強っ。ちょっとこれ多分全打倒が難しいと思うんですが、まあ、このままいきたいと思います。これ102、104まで上げちゃうか。で精神いきたいですね。 OK ギリギリいけたわ。ナイス。ただこれはまあ正直難しいでしょうね。うん、まあ、肩のいいところは出たんですが、まあその出るタイミングがね、なんとも言えなかったっていう。しかもこれ足んないし1。まあ、あがいてみましょうか。幸いノムちゃんは終わっているので。おー、ナイス。これはいいんじゃないか。これは拾った方が良さそうですね。で、3箇所残って、そして決戦も残っている。まあ、どっちかは諦めでしょうね。まあ、全打倒の方は諦めでしょうね、これは。パワー上げちゃうか。多分、筋力。いや、まあ、これはパワーを回避してもらうしかないな。難しいところですよね。で、これ自体が、まあ、筋力もらえるんで、筋力もらいたいなっていうのと、多分一番上だよ。うん、強いですね。72、72なんで、結構もらえますね。で、筋力ちょっと回復したと。パワーどうなんでしょうね。上げちゃった方がいいかな。まあ、絶対筋力よりミートとあれが欲しいですから。ただこれパワーを100にする意味ってあんまりないですけど、行きましょうか。はい、が出ました。次行きましょう。どこ倒そうかな。これ倒すのか、もしくはこっち先行くか、どっち転なんだが、ここは確実になんとかしたいですね。うん、ただまあこれは勝負した方がいいか。行きましょうか。勝負しましょう。頼む。ナイスの力。オッケーですね。で、走塁はもらえた。で、国寺にもお金持ちで、ミートと補給を狙い通り上げてもらいました。敏将がすごいね、これ。ああ、そうなんだ。面白いな。セムードバツ。印象を一切開けてないんですけど、こんなに稼げるんですね。っていうのが、まあ、今回かなり、収穫としてあったかなと思います。ここ、筋力いきましょう。うん、いいですね。84も、まあまあ、ありがたいです。で、これ、印象どうしようかなってなってるな。意外と、本当に印象稼げるんですね。うん、一層とか取るか。査定はすごいな。精神が圧倒的に足らんですね。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。最後どこ開けようかな。正規のスタックしてくれてたら分かりやすかったんですけどね。どうしようかな。筋力の方が欲しいか。だ、開けとけます。さあ、ここからメンタルを稼ぎたいんだが、稼げない。うん、そうですね。まあメンタルポイント、やっぱ精神がまあ最もきつそうですね。で、多分これ金徳全部取れないと思うので、そもそもね。で、速攻
うわ、精神きつ。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。さ、あと2周。精神点ください。精神点とにかくくださいって感じ。まあ、型デッキは楽しいっすね、やっぱ、やってて。っていうのは、まあ、改めて思ったのと。まあ、なかなか、これ、満塁男もきついかな。まあ、勝負し先行った方がいいのは間違いないですから、ね。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。さあ、ラスト。メンタルください。くれねー。大和田にちょろっともらいましょうか。勝負師はいけたな。あとのポイントは、まあ、相当辛そうなので、まあ、取れそうなやつはやっぱ型系になりますね。うん。免許出とか多分不可能だと思うので、まあ、こんな感じでいきましょう。はい、が出ました。ということで、最終的にどんなもんかと。最後、エピローグも変わりなしって感じですね。まあ、ノムちゃんに関しては、まあ、まあまあ高性能だと思います。まあ、めちゃくちゃ、おすごい経験点出てる。17,700持ってんの、これ。なんか、半分遊びみたいな感じだったんですけど、めちゃ出てますね、気づいたら。まあ、精神圧倒的に足りないので、まあ、査定的には正直大したことはないと思いますが、まあ、一応、点数出たんで振りましょうか。なるほどね。まあ、黒人のところが直取りになんなきゃ、まあまあ伸びるのかな、じゃあ。っていう感じもあります。割となしじゃないのかな。どうなんでしょう。まあ、ポイントの振る先が、完全に迷子状態ですけど、意外とパワーも足りているっていう。まあやっぱ敏捷点は死ぬほど余りそうですね。もう正直総力バーストとかしかないですもんね、振る先としては、候補としては。接戦取ってあげるか。まあ、ほんとこんな感じでいいんじゃないでしょうか。ちょっとね、弾道も上げたかったんですが、まあ、今回はこんなもんで、良きかと思われます。はい。まあ、上限もしっかりいけましたし、まあ、まあまあ、二次得も3ついけて、1万8000点か。割とまあ、伸びましたね。SS7 とか。あ、でも9とか乗るんだ。強っ。全然期待してなかったんですが、まあ、結構伸びましたね。全打倒もできてないので、割とありかもしれません。まあ、もちろんね、その精神が圧倒的に足りなかったので、まあ、チャンスコツをね、拾う先を考えたりとか、あとはまあ、大和田の解放とか、まあ、そういういろんな問題はありますが、まあ、めちゃくちゃ筋力、敏捷、技術、まあ、余るぐらいだったので、は、まあ、取れるなっていう。ただ、ほんと精神ポイントをどういう風に、まあ、工面していくか。まあ、大和田のところでしょうね。誰かしらメンタルに変えて、まあ、前辺のね、ミート上限のメンタルとか誰かいれば、まあ、刺してあげるとかなり良くなるのかななんていうふうには思いますが、まあ、そんなけどいるのかな。ちょっとまあ、いろいろ考えつつ、かなり面白かったと思うので、ぜひ皆様も型デッキ遊んでみていただきたいっていうのと、あとは、ノムちゃんね、しっかりと取っておいた方が、まあ、そこそこ性能高いのでいいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。